デクスター製粉用水車とは2007年現在においても水車を動力として実際に国粉を製造している製粉所である。水車小屋と案内看板の写真。看板にはデクスター・エス・グリスとミルの文字も確認できる。デクスター製粉用水車はアメリカ合衆国東部のマサチューセッツ州の南東端部ケープコット湾の近くに形成されたサンドウィッチという 小さな村に存在している。この製粉用の水車は2007年現在でも稼働していて、水車で動力を取り出して、この水車の力で動いている石臼を用いて、トウモロコシを粉にしている。2007年現在、6月中旬から10月初旬の間は観光客の受け入れも行っていて、戦術のようにして製造されたトウモロコシの粉を購入することも可能である。なお、 トウモロコシの粉を購入した場合、この粉の使い方が書かれたレシピもついてくる。ちなみに、この水車小屋の近くには湧水が存在しており、しばしば地元の住民がこの水を汲んでいる姿も見受けられる。ボストンからでも 100km に満たない距離である上に、ボストンからサンドウィッチ近郊までほぼ直線的に結ぶマサチューセッツ州高速道路3号線も、 整備されているので、ボストンから自動車での日帰りも可能である。また、本数は少ないもののサンドウィッチ周辺には、公共のバスも運行されている。他に、サンドウィッチの東南東、約2 0トルのところにあるハヤニスまで、航空機で来る方法や、下記ならば、同じくハイニアスまで運行されている高速フェリーで来る方法などがある。2007年現在、 13歳以上は2ドル50セント、12歳、以下6歳以上は1ドル50セントの入場料が必要であった。2007年現在、高速フェリーが運行されているのは5月中旬から10月初旬までであった。地球の歩き方編集部編集、地球の歩き方ボストンニューイングランド地方2008から2009年版。 P235 ダイヤモンドビッグ社2007年12月21日発行 ISBN978 から4から 478054871ABC 地球の歩き方編集部編集地球の歩き方ボストンニューイングランド地方2008から2009年版 P236 ダイヤモンドビッグ社2007年12月21日 発行は ISBN 九百七十八から四から四4 7 8 0五四八七一ありがとうございます。